千々川渓谷の上流は全部あたり一面うなじ木で覆われてます。鹿の皮と書いて千々川って言います。岸川滑ってしまいましたこういう時に皆さんウェーディングスタッフを使いましょう。はい、皆さんも安全のためにウェーディングスタッフを使った方がいいですね。じゃあここから降ります。階段があるのか、魚全部逃げてしまった。階段がありました。こう魚って神経質で今の声を聞いた逃げた魚がいそうですね。ドライで釣り上がりの釣りです。いつもと逆です。魚が出てこんとこ、あの岩にぶつけるぐらい、岩ぐらい、はい、ほらね。もう全部あの一枚岩でもう真っ白で綺麗です。今出ましたね。じゃあ私美しい九州の景色です。こんなとこで釣りができた、運よくヤマメをすることができました。こうやってこうかな、ひらがなでいいですよUKKE。 あ、これはいいですね。1時間なら1時間戻るとかね。ここから入って上流何メートルまで釣りますということを情報だって。どこからどこまで入るのか、下流とかこれより上流なんですね。そうそうそう、下流何メートルからここまで釣りますやったら、その人はここから上に釣っていけばいい。僕って感じだけどちょっと待って、三水にこうやね。ああ、まあそんな感じですよね、うん、まあこれはね、漢字のテストでよって私初めて見ました。いいアイディアです。松尾さんに戻って、ここは鹿川渓谷。鹿川鹿川渓谷って書いて鹿川って読むんですけど、やはり鹿がいっぱいいるそうです。